さあ皆さんこんにちは、青木です。さあ今回はですね、ズバリカービングターンとは、ここに書いちゃいました。でなんと答えもここに書いちゃいました。ノーズとテールが同じ軌道、これがカービングターンですよっていうふうに考えております。まあどういうことかっていうと、こっちの A はカービングターンのラインです。ノーズとテールが同じ軌道なので線が1本しか残らないです。こっちの B がカービングじゃない、まあ、要はずれてる時なんですけども、内側の方ノーズが通るんですけども、ターンしながらテールが外に膨らんでしまうと、膨らんだ分で曲がってこないといけないので、テール側が外に行った分ここは幅が出来上がってきます。これがずれ幅になるので、こっちがずれのあるターンですね。なのでノーズとテールが同じ軌道を描いてくれれば、それは全てカービングターンっていうふうに言える、まあ、もしくは直角もそうか言えるかなと思うので、こんな意識を持って実際の滑りのテクニック、実際滑る時もそうですね、テールが外に逃げないようにしようっていうふうに考えてあげると、またカービングターンのキレ感、グリップ感、その辺のコントロール性が上がったりとか、まあさらにいいターンができるようになるんじゃないかなと思いますので、この辺のカービングターン原理をしっかりと頭に入れて取り組んでみてください。青木玲でした。